皆さんこんにちは、みなみです。ちょっと久々に一人で今日は近場で遠出をしたいと思って、今バスを15分ぐらいかな待つので、その駅の周りをちょっと写真撮ったりプラプラしてるところです。こっちでいいと思うんですけど、はい、いやすごいカメラだからじゃあ広角でも撮るんですか。結構今日はなんか風景メインで撮りたかったので、うんうん、広角持ってきたんですけど、うん、こっちは一応ズームで35から105なので、うん、まあどっちでもいいですね、はい、これフィルムでしょ。両方フィルムなんです。そうですよね、かっこいいなああレトロな感じで撮りたいんですか。そうですね、なんかもともとカメラ始めたきっかけ自体がフィルムカメラだったので。じゃあ相当前からやってみる。いや、うん、2年ぐらい前です。でも今フィルム手に入れるのも大変でしょう。高くて。そうね、高くて。あ、ここ雪残ってますね。この後でも逆光ですよ。いや、まだ撮らないです。今ちょっと話が大丈夫。いや、うん、何に使われてるんですか。もう私はもうずっとソニーですけどね。うん、あ、デジタルカメラで。もうずっとそうですね。もう昔はフィルムをやってて、はい、で、いや学生自分はあの暗室があったんで自分でやったりしてたんですけど。いい、ほら富士山あそこにあるでしょ。そうなんですよ、さっき見つけて。ですよね、あの赤い車とかもちょうど。あ、いいね赤いの、はい、すごい。お日様は向こうに落ちるんで、はい、また夕方だとまたいいんでしょうけどね。そうですね、うん、でベストはもうちょっと行ってあの土手の上ぐらいにちょこんと乗ればまたいいフレーズで撮れると思いますよ。あ、嬉しい。ありがとうございます。じゃあ気をつけて。はい、ありがとうございます。入間市駅で降りた時に、まあ、声をかけてくださった方がいて、カメラを見て、でその方もカメラをやってて、なんか私とこれから行く先が同じだったので案内してもらいました。で私が今来ているのはこの茶畑ですね。めちゃくちゃ綺麗、富士山も見えるし、ちょっと最高すぎ。いい人でした。昨日都内では雪も降ったからこっちは雪も残ってますね。こういうね、何もないように見えるところがいいんですよ。ちょっと景色綺麗すぎて、はあ、いいとこ来た。あ、白菜。竹林のね、このね、木漏れ日みたいなのめっちゃ好きだけど、ちょっと危険だな。なんか動物いる。ガサガサ言ってる。動物いるね。今10時47分だから11時15分に来るわけですよね。30分だから、はい、30分あるので、上の方行ってみます。あ、すごい、見てこのか、なんかお寺、
根岸子育て地蔵村。今時間はね12時半です。あ、来た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 、最後に。どうやら裏から入っちゃったみたいです。めちゃかわいい。ありがとうございます。排水だけの、あ、ほら貯水池。あ、これこっちからじゃなかったな、完全に。あの橋のとこ行きます。ここからすごい。これはなんか取れるんです。いたんですか。あの今青地っていう。あ、鳥。鳥ですね。ラブラドールですか。そうです。可愛い。私もあの実家で飽きたいの飼ってて、あ、それ大型犬が好きで、かわいい。そうなんだ。今何キロぐらいですか、これで。今30ぐらい。あ、そんなにあるんですか。かわいい。お名前は。ノナって。ノナちゃん、はい。かわいい。どういう意味なんですか。あのミス、ミス。結婚しないの。そうかそうか。ミセスにはならないから。かわいい。ノナちゃん。ちょっと写真撮らせてもらってもいいですか。あ、嬉しい。あ、かわいい。かわいい。デジカメでも。ごめんね。こっち。休憩。今1時半ぐらいか。ちょっと今日はなんか久々に一人の時間が本当に久々に取れて、もう何ヶ月ぶりだっていうぐらい一人の休日を過ごせるっていうのがあったので、ちょっとね日々の疲れとかいろいろ癒したいと思って近場で遠出しました。写真とかカメラが中心の生活を送ってたから、なんか今日は逆、なんかこう日々の生活の中にカメラがあるみたいな日を過ごせて、すごい充実してた気がします。はい、昨日あの映画のパーフェクトデイズっていうのを見たんですけど、ものすごく良くて、なんかね日々の同じような出来事の中にこういろんな要因が加わって、なんかこう複雑というか気持ちに変化とかがさ起こって、なんか人間ってこう喜怒哀楽が起こるんだなっていうのがすごいわかるような映画で、なんかその日々のこう当たり前のことって退屈だったり単純だったりするんですけど、なんかね気づいたらそのなんだろうな、いろんな要因の方が大きくなって、こう複雑かつ刺激的な毎日の方が多くなって、人ってなんか疲れたりとか
癒しを求めるのかなって。単純で退屈な日常って逆にすごい貴重なんだなと思って、だから今日は何の刺激も求めないような、まあ日にしようと思ったんですけど、なんかあの何だっけ、ジム・ジャームッシュっていう映画監督のパターソンにちょっと似てる感じもあるんですけど、なんかねそっちよりもやっぱ舞台が東京っていうのもあって、すごい身近でね楽しかったです、面白かったですよ。やっぱ外国人の監督っていうのもあって、なんかあえて日本っぽさを見せるような描写とかもすごい面白いし、超いい映画でしたよ本当に。皆さんぜひ見てみてください。日が沈みきるまで本当は痛かったんですけど、寒くなってきたので帰ります。なんかちょっといつもの休日感がありつつも、私の中で写真っていうのがどういうふうにこう日常の中で写真が位置づけられているのかが分かるような動画かなと思います。はい、今回の動画は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。